オソルジャーの切ないです。 A ゼロです。今回は第9世代ポケモン SV で登場する新ポケモンをガチで考えていきたいと思います。久しぶりの完全妄想ポケモンシリーズだね。いつももしもないないだったみたいな妄想してるけど、これはもう完全に妄想してポケモンを考えちゃうシリーズ。最後にやったのいつだ。バギーロトムとかああ。今回もヘルピンさんに第9世代で新登場するポケモンデザインを考えてきてもらったので、それを見ながら性能を考えていきます。まずはナリフィン。イルカか、はいはい、イルカだね。進化前もいるね。ビソカク、ビソカクって書いてるんだけど、あのビンカクっていう名前らしいです。いやどう見てもソって書いてある。ソとの区別つかない人もいるから、それはもう触れないようにしよう、はい、海で拾った宝を体中に着飾っている。わずかな報酬で輪郭をこき使う。まだありそうな設定書いてあるな。うん、でもあれだね、なんか進化前に優しくないのも結構珍しく、会社で昇進して自分が新人の頃いびられたことをまた自分の部下にもやっちゃうパターンのやつ体に貴重な骨とか真珠ついてる。ナリキンってことか。ナリキンとドルフィンでナリフィン。古代の王冠を持たせてレベルアップで進化。これって BW の海底遺跡で拾うやつだよね。そうだね。こいつのためにまたその古代の王冠復活するのか。でもあれ売ると高いからさね、結構豪華なポケモンだね。やっぱそう考える金かかる、ね、30万とかじゃなかった。うん、多分それぐらいで売れる。入手困難なポケモンになりそう。うん、そうだね。輪郭がボロボロでなんか継ぎはぎだらけなのを宝石で隠してるってことか。はい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 。でもお尻は隠せてない。なるほどね。タイプ水鋼。ああ強いね。今までエンペルトしかいなかったタイプだけど。特性が宝拾い。戦闘後宝を拾う。設置物を回収し防御が2段階上昇。ってことは蜜集めとかと一緒でしょだからまあ対戦には関係なくて物拾いとかね。設置物回収ってのがステロとか毒ビシ回収するってことでしょ。そうだね。巻かれた瞬間に回収して B が2段階上がるのか、場に出た瞬間だけなのか。どっちでもありそうな文章だけど、まあ、巻かれた瞬間回収してくれたら嬉しいけど。めっちゃ強いけどな。バリコールのバリアフリーとか場に出た瞬間しか回収してくれなくて、なんか性能として惜しいなっていうのがあるから。願いも込めて相手がステロ巻いてきた瞬間に目の前にナリフィンがいたら回収っていう感じにしとく。ナリフィンが場に出た時も回収してほしい。もう全部回収してほしい。自分の場には設置物は許さんっていう。うん、そう。宝拾い以外の特性は砕ける鎧とスイスイだけど、でもどれでもいいんじゃない。まあ技次第。弱い特性はない。技が傲慢アタック、水物理の威力100命中100の打つたびに防御ダウンだからスケールノイズ。確かに。の物理版か。威力低いじゃんスケールノイズと比べると。まあそうだね。だし音技でもないし、どうせ接触技だし、あんま強くねまあ水の物理技の中では威力高いから。まあまあそうね。ってことはナリフィンはどちらかというと物理寄りの種族地にしてあげたい。そうなるね。でも水タイプで物理だとね、だってこいつ絶対さ氷物理技覚えないやん。氷の牙できなそう。できなそうだし、トリプルアクセルなんて絶対無理だろうし。イルカだから。ああいける。覚えさせよう。覚えさせることにするか。じゃあ性能を考えていくんですけど、目指すところは使用率トップ10くらいに入るように。強気のギャラドスミロカロス枠な感じがする。ああそこまでいく。毒クラゲぐらいに抑える。そうなんだよ、ね、結局なんかさ毒クラゲとかさホエル王とかさそんな感じの立ち位置だとさ、あんま強くないじゃん。まあ種族値自体が500前後に収まっちゃうと、どうなんかなっていう。タイプは強いけどエンペルトですらトップ10に入ってくるような時は一切なかったわけで、まあトップ10に入れるなら、まあ、ギャラドスぐらい種族値もらわないと活躍はできないか。そうね、540欲しいかな。540割り振るとしてまず素早さ決める。そんなに早くはなさそう。そう、そんな早くないよね絶対。80、90ぐらい。80ぴったりだとなっていう感じもあるから。ちょっと弱そうになっちゃう。裏オス抜くぐらい早くしたいけど。98？ 早いねそれ。早すぎるか。いやまあでも98の見た目ですって言われてもまあまあそうかって感じだけど、でも98でトップ10入るかって言うとだいぶ怪しいけどな。105とかいっちゃう？98で抑えたとしたらガブとかサンダーに抜かれちゃうし、105までいっちゃいますか。105で強気の。次決めるのはいらない C とか決めちゃう。ギャラがいらない C60 だから一旦60にしとく。下げすぎたら強くなっちゃうし。本当に強くするんだったら別に30とかにすりゃいいんだろうけど、ちょっとそれはやりすぎだから60にしとくか、60。椅子105で傲慢アタック、トリプルアクセル、クイックターンとか。まあ絶対覚えるね。
そのあたりの技のダメージがいい感じになる A の取得値上げたいよな。でもそんなめちゃくちゃ高くないよね絶対。めちゃめちゃ高そうに見えない。ラグラージ前後ぐらいでしょ。ラグラージも110だから一旦110それぐらいかな。であと耐久か、結構余裕あるの取得値。 HP 高そうには見えないけどね。まあ高いのは B でしょ。125とか、うん、いいんじゃないそれぐらいいっちゃって。 B の方が A より高いのはいいと思う。ボディープレスとか覚えるかな。ボディープレ感は正直あんまねえな。でもこの特性あるんだったら絶対ボディープレないと。確かに弱いか。ザマゼンタなっちゃうよ。これ残りいいか140だから H80D60 とか。そうだね、綺麗に収まった。数字自体は綺麗だがあんま強くねえな。全然強くなさそう。中堅ポケモンだな。いやこれは強くないな。絶妙な弱さ。ゴーマンアタックは正直あんま強くねえんだよ。まあ確かに。クイーターも覚えて良さそうで、アクアジェットも覚えるじゃん。うん、鋼物理でいい技ないしね。アイアンヘッドとかだよね。うん、まあ覚えるんだろうけど、テールもヘッドも。でも別にあってもなくても弱い。これヘルピンさんへの文句なんだけどさ、うん、絶対専用技鋼物理の方が良かったでしょ。確かに。それでなんか強い技をくれて、まあ水物理技は、まあ、滝登りなりアクアブレイクなりで妥協みたいな。私あと物理じゃなくて特殊の方がやっぱ良くない、水と言って。ちょっとさ、強くするのやめない。強くするの無理だね。うん、これ強くしない方向で言って主力値下げない。あ、逆にもう主力値500ぐらいのさ、そこら辺のポケモンにしない。ホエル王だったら500だね。毒クラゲだったら515だけど、ここから40も下げていいのか。あ、まあでもそうやったら C は下げていいよね。もうちょっととりあえず C を50に下げて、うん、B を110、はいはいはい、合計出力値515で、毒クラゲと同じ合計出力値。ただただあんま強くねポケモンができちゃったな。気づいちゃったんだけど、ナルフィンの使い方、うん、これさ、戦闘後宝を拾うっていう効果じゃん、うん、だからさ、金稼ぎじゃない。お金稼ぎ、お小遣い稼ぎとして使うのでは。結構な確率で拾ってくれたら熱いね。もう 100% とかでいいよこれ。でもお守りコアン持てないっていうジレンマだ。じゃあダメだ。なんだこいつ。古代の王冠拾えばいいのか。一回拾えば30万円で。まあ確かにね。だからナリフィン6匹にして、なんか 10% ぐらいで古代の王冠拾ってもらえれば、一瞬で金稼げるじゃん。じゃあ、なんか周回プレイ向きの技とかを刺したいの。そしたら、頑丈貫通のね、連続技とか欲しいけど、ツララバリとか。ああ。結果強くないけど、お金稼ぎの周回プレイに使えるでしょう。旧世代のお小遣い稼ぎポケモンでした。次がピーソーク。クジャクか。名前の由来が、クジャクの英名がピーコック。知らなかった。そうなプラスイーソー。麻雀牌のイーソーにはクジャクや鳳凰を表す鳥の絵が描かれているらしいです。麻雀詳しくないけど、なんかそんなんだったような気がする。より大きく鮮やかな色の羽を持つ個体が群れのリーダーだ。ピーソークを見た日は勝負ごとに勝てると言われている。めっちゃいいやん。最強ポケモンじゃん。ボツ技リューピーソー。名前変えればあり。相手に草タイプを追加する。グラスフィールドにする。ほう。ネーミングがポケモンの対象年齢層に合わないためボツって書いてある。設定書にはさ、技か特性にオールグリーンっていう名前使ってくれって書いてんだけど、決めてくれよこれ。で、技版はこれなんだけど、特性版オールグリーンが書いてて、効果がグラスフィールド状態の時場に出すと ABCDS アップ。強っ。ああ、これ夢特性ってことか。ああ、ゴリラピーソークってこと。あ、そういうことだ。特性の名前オールグリーンで、ボツ技リューピーソーって書いてるけど、名前このままでいいや。うん、ややこしいから。リューピーソーでいいや。他に再生力と闘争心。これ触れてなかったよね。タイプ草飛行だけどさ。あ、確かに。まあ強くはないよね、とりあえず。闘争心はあんま強くない特性だし、うん、再生力活かせるタイプではないね。そうね、ちょっとこのオールグリーンを活かすしかないね。でもさ、グラスフィールドの時に場に出すと強くなる特性だけど、飛行タイプだからさ、グラスフィールドの恩恵受けれなくね。いいんじゃない、バランス取ってんじゃない。そこで強すぎてオールグリーンが、グラスフィールドの恩恵ないなりに出力値を調整する必要はある。でも高すぎちゃうとこれもちょっとやばいからな。オール 1.5 倍を技使わずにやっちゃうってことでしょ。いいラインどこだろう。出力値500とかだと、なんかルチャブルぐらいかなって思うけど、ルチャブルが出力値ちょうど500。やりすぎかな。踊り鳥ぐらいにしとく。踊り鳥が476なんだけど、目指すところは480。はいはいはい。結局、まあ、S から決めるとして誰を抜けるかだよね。大事なのは 1.5 倍になった時、まあ、1段階上がるから85とかあれば大体のポケモン抜けるんじゃないか。まあクロバドまで抜くんだったら85だ。まあスカーフ海洋ガニは抜かれると。ああ、そうだな、85ぐらいか。なんか見た目も85ぐらいっぽいし。物理と特殊どっちになるんだろう。特殊
感あるよね。特殊技使えた方がイメージ合うけどな。絶対ブレイブバードとかしないよね。いや別に覚えることはおかしいとは思わないけど、とエレガントに暴風してほしい。そう、エアスラ暴風あたりの方が。 C は105ぐらいにしとく。あーいいね。105だから、まあ、メガネロトムぐらいの火力になるという。特殊で殴るならグラスラは使えないな。そう、本当だ。そうだね。まあいいか。一応イベルタルの不意打ちみたいな感覚で、うん、グラスラを採用できるように A 低すぎない4色。うん、70とか75ぐらいにしとくか。75。ちょっと待って、イーソーってさ1でしょ。そうなん。だから1にしない、全部1のくらい。 A71 C は101じゃ悲しいよね。111にする。 S は81だと足りない。足りない。黒バドは抜けない。いいよ黒バド抜けなくて。抜いたら強すぎる。強すぎないかもしれないけど、91？ いや91でもいいけど。91にしとくか。強気にいくか。91で。じゃあ踊り鳥の合計出力値476だから、それに合わせれそうだな。そうすると他いくつになる。残り203。結構余ってるな。残り3つでしょ。 H を、まあ、81とかにして61。柔らかいな。まあまあこれ 1.5 倍するからあれだけど、まあまあ、まあ、こんなもんじゃね。いやーでもそれこれ強いか。これオール 1.5 倍、かっこ草タイプを選出に2枚入れなきゃいけないだけど、これってねサンダーとかに勝てるんかって言われたらちょっと黙るしかないかもしれんけど。技いっぱい覚えさせるじゃん。なんだろ、冷凍ビームとか。覚えるか。覚える風か。覚える風ぐらいかな。熱風もできる、まあ、熱風はできるでしょ。暴風、エアスラ、リフスと草結び、エナボ、巻きがどれも当然あって、気合玉とかマジフレとか。あーなるほどね。大地とかもいっちゃう。草飛行タイプだったら欲しがりそうなタイプの技全部全部詰め合わせする。キノコの奉仕やりすぎだ。ゲーム壊れた。竹だしな。奉仕もクソもないよな。これリューピー層が技として弱えんだよな。別に何のアイデンティティでもない。これ使って特性発動させるのでもまあ別にいいんだけどさ。オールグリーンは場に出た時でしょ。そっか、場に出すとか。じゃあ弱えよ。じゃあ意味わかんないじゃん。場がグラスフィールドになるごとに能力が上がるっていう設定だったら、まあ、ピーソークが仮にダイマックスできるとしたら、大草原、大フェアリー、大草原って打てば2回能力上がるってことだから 100% 大ウォールされるけど噛み合わない。ナリフィンの力拾いの効果もいつでもにしたから、場に出した時にグラスフィールドあってもいいし、場にいた時にグラスフィールドになった時にも上がるようにすれば、一応 UP 層を使えはするけど。どうする、強くさしたいなら白口上げるか。じゃあ今回このままだと妄想ポケモンになる。ちょうどいいバランスの中堅ポケモンみたいになっちゃうんだけど。言ったらあれだけど、ちょっと見た目ダサい。おい、そんなことテレビさん怒っちゃうよ。強くなさそうだもん。いや、そう、見た目がね、もうちょっと、なんだろ、結局羽のとこがもうちょっと豪華だったら強そうに見えるけど、まあいいかこれで、しょうがないな。残念。というわけで今回もヘルピンさんが考えたポケモンのデザイン見て、出力値とか性能の方を考えていったんですけれども、結果的にあんまり強いポケモンはできなかった。うん。強いポケモン作ってほしいんだったら、もっとドラゴンとかさ、ぶっ壊れ特性持ってる見た目、ミミッキュみたいな。うんうんうん。そういうのでお願いしたんだけど、ヘルピンさんの自分のセンス出してるところ出たな、これ。設定にセンスありますよみたいな。絶妙にトップ10にいい感じに入るバランスにならない。設定書になんかいろいろ書いてあるけど、ナリフィンはデザインをもう少し頑張りたかったらしい。ああそうだ。どっちかというとピーソー君デザイン頑張ってほしかったけどね。草飛行の時点で戦力的に厳しそうだなと思ったけど、ジョバンドリの設定らしいのでまあいいかって言ったんだけど、ジョバンドリマジ。あーこいつジョバンドリ。ジョバンドリなの。ジョバンドリにクジャク出てくる。クジャク、ジョバンドリ嘘でしょ。じゃああれじゃないの、輪郭みたいにさ、進化前の状態も書くべきなんだけどね。ジョバンドリだったら、ジョバンドリじゃないでしょ、それは嘘だよ。やっぱルチャブルとかさ、オドリドリみたいなさ、中バンドリだよな。そう、中バンドリ。だいたいカラスとかスズメしか出てこないの。そんなすごい鳥出ないから。ジョバンドリ、僕はナリフィンの方が好きです。クジャク大好きなんだけど、見た目でもまあナリフィンの方が好きかな。皆さんはどうでしょうか、ぜひコメントで教えてください。人気ポケモンなれるでしょうか、この2匹は。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。